にちは、夏目大輔です。今日は対談ということで、浦和レッズの鈴木大輔選手にお願いしてます。お願いします。お願いします。こんにちは、夏目大輔です。入ってます。そうなの。ポップなやつ行くって言ってましたね。いや、どうしようかなと思って。いや、模索中ですね。そうそう、この前、マキにも言われてさ、それダサいって大ちゃん。最初にちょっと SNS のことを聞きたいんですけど、はい、そのヒストリアを立ち上げたきっかけとか、どういう思いでそれを始め、結構真面目な感じになって、そうそうそう、全然いいですね。それをまず聞きたい。一緒にこういうのやってるから、はい、そうですね。そう、どういう思いで、いや、非常に影響を受けたのは間違いないですいや、海外に行った時に、結構自分、勝手に SNS とかを暇な時間とかバーって見るじゃないですか。で、周りのこと結構気にするタイプなんですよ、なので、勝手に情報を見て傷ついちゃったりとか、不安になっちゃったりするのに気づいて、一回こう、スパッとやめた時期があったんですよ。ちょっと一回見るのやめようと、全部やめてみたんですよ。で、やめる代わりに自分で、まあ YouTube だったら YouTube の中で、例えばプロフェッショナル仕事の流儀とか、まあ情熱大陸とか、ちょっと自分がポジティブになれるよねだけ見ようと思ったんですよ。で、そういう時期があって、で、YouTube でもそういうなんか名言とかポジティブになるような言葉を残してる YouTuber さんの映像ばっかりチョイスして見てたんですよ。そしたら結構、なんかそういう自分で勝手に落ち込むこともなくなったり、まあ、気持ちが前向きになるような状態で作れたんですね。で、これすごいいいなと思ってた時期がまずあったんですよ、海外行った時。それがまず一つの理由で、で、あとはもともと自分人の話聞くの好きなんですよ。なんで人の生い立ちだとかもサッカー選手の間でもよく聞きますし、そのプロに行った経緯とか聞くのすごい好きなんです。で、まあいろんなアスリートとトレーニングする機会があって、そういうアスリートの方たちといろいろ話してたら、一人一人哲学持ってて、壁にぶち当たった経験がみんな持ってて、でそれに対してそのみんな壁は越えてるんだけど、どういう風な方法でとか、人それぞれだけど、人それぞれそこで培われた哲学みたいなの持ってたんですよ。で、これをやっぱ伝えたいっていう思いがやっぱりすごく強かったんですよ。っていうので、自分が見てたようなポジティブな情報を自分でも作れるんじゃないかなっていうふうに思い始めて、で、それによって自分が話を聞くことによって自分も前向きになれるし、で、見てる人も前向きになれるような情報を自分も提供したいし、っていうので始めたんですよ。なるほどね。はい。ちなみに、まだ、初めて、どのくらいだっけ？2月に始めたんで、4ヶ月ぐらいですかね。まあ、その、まだっていうか、まあ、これから分かんないけど、まあ、対談っていうものだから、言葉を起こすのが、そんなになんていうか、批判的なのもないかもしれないんだけど、はい、そういうやっぱコメントに対しては、どういう考えでいい？まだ正直、その、批判があんまり来てないっていうのもある。まあ、ただ、その、現役中なのに、そんな時間ないよって言われたことも、多々あったんですけど、始めるにあたっていろんな人に話聞きに行ったんですよ。まあ、本格的にメディアやられてる方だったりとかにメディアを立ち上げたいです、いや、まず本業頑張った方がいいと思いますっていう人も半分以上いました。だけど自分の中ではもう決まっちゃってたんで、ああ、そうなんだ。だからもう自分はもうこ決めたら結構突き進むタイプです。批判をされればされるほど、あ、やってみたいなって思っちゃう、なんか冒険心みたいなのが強いんです。なので、なんかそういうことを、まあ、メディア立ち上げたいんですっていうアドバイスをもらいに行って、いや、そもそも現役中だからっていうふうに言われたとしても、それが自分の中でのやるきっかけになっちゃうんだなって思いながら聞きました。そういうことね。チャレンジさ、何するにしても、俺はこれちょっと思うんだけど、はい、チャレンジするっていうのに対して、安定とか安心とかあるじゃん、はい、いろいろ。何するにしてもチャレンジすることに対してリスクのないことなんかないと思ってるんだよ。だから安定的なのってないし、はい、必ずそこにチャレンジするんだったら何かしらの弊害は絶対にあるし、そうですね。10人いたら10人いいと思ってくれるチャレンジなんかないし、そんな絶対に、はい、だから俺はその思いとか、はい、そこに乗っかってるかっていうのが一番大事だと思ってんだよ。
何をするにしても、はい、やっぱりさ、やるにあたってさ、はい、批判的なね、はい、まあ、時間ないよっていう言葉が飛んできたりとか、はい、あったわけじゃん。でも、大輔はそのやりたい思いがあって、はい、俺もその思いがあったから今やってるわけであって、はい、いやだからもうそれはなんか、いや、自分の対談でも語ってくれましたね。そうそうそう、素敵だなって思うし、まあまあ、それはまあ、うん、すごく大切な。そうですね、だからやりたい、まあ、明確な自分の思いがあったし、うん、それによって、まあ、人として成長できるっていうのがもう確固たる自信はあるんで、うん、まあだから気に しなかったのかもしれないです、うん、なるほど、はい、このヒストリアを通じて、はい、まあ、どういう風にしていきたいとかあるの？なんか、いや、まあ、元々はメディアを立ち上げたかったんです。あのいわゆるあのスポーツメディアを立ち上げた、うんうん、これ自分今すぐにできることとして自分が出て自分が対談してっていう風にやってますけど、うん、別に自分が出たいとかじゃなくて、うん、プラットフォームをつけてあります、うん、アスリートを通じて見た人がこう人生が豊かになりましたっていうような、うん、自分があの時勝手に何だろう、こうネガティブな情報を選んでたけど、うん、そのポジティブな情報を 選ぶようになったように、うん、誰もがこう見て、あ、この情報を選んでよかったなって思うようなメディアを作りたかった。で、それはいきなりそんなこと始めるわけにはいかなくて、すごいハードルが高かったんで、今は対談ということで自分がつながりのあるアスリートたちとこう話してもらうとかっていうのをやってますけど、目的はそういったこう大きいメディアを立ち上げたいっていうのは、だからそういうふうに持っていきたいと思ってます。あ、じゃあちょっと話は変わるんだけど、はい、裏に今解析して裏はだけじゃないね、まあ、サポーターっていう、はい、今まで海外も行ったと思うし、サポーターっていうものに対してどういう思いがある、どう感じてる？サポーター、まあ、特に今なんかは浦和で非常に熱いサポーターの中で試合することができてて、自分のこう熱さっていうのを引き出してもらってるなっていうのは非常に感じてて、だからサポーターっていうのは選手を後押ししてくれる存在とか、自分の実力以上のものを出させてくれるのはやっぱサポーターの後押しがあってっていうのは思います。ちなみに海外のサポーター、海外でやってるじゃん、はい、スペインでやってたじゃない、はい、海外のサポーターと日本のサポーターのなんか違いとかある？大きな違いで言うと、うん、負けた後街歩けないとか。そうなんだ。やっぱありましたね。そうなんだ。はい、なんかサポーターの街での対応がちょっと違うっていうのがあります。あ、例えば試合で終わって次の日街に歩いてると、うん、負けてたら、うん、次頑張ってくださいとかって言われる、うん、とか、まあ、もしかしたらね、うん、ちょっと怒りながら次頼むよとかもうまああるじゃないですか、うん、でも海外は戦術、まあ、特に自分がいたスペインとか、うん、戦術とかについて、うん、おいどうした昨日、うん、で終わらないんですよ。でそこからこう話し込むんですよ、うん、いやだからシステムがこうこう、うん、相手のシステムがこうこうこうだったら、うん、ツートップお前あれじゃねえだろみたいな、うん、いうのを、うん、誰みたいなあ、そうなんだ。そういうことを結構言われて、あれこれ普通なのかなと思って、うん、バーのおっちゃんとかですよ、全然、うんうん、それがもう、もちっちゃいっていうか、うわ、だからあんま歩かなかったの、負けた後負けた後は歩かなかったですね。負けが混んでる時とか特に歩かなかったですね。で、降格圏ギリギリにいた時期とかもあったし、うん、まあ、そういう時なんかは結構そういう感じでした。だからそこが海外のサポーターって、まあ、熱がやっぱすごいなって思いました、まあ、熱もそうだ、目も、まあ、ある意味ね、ね、歴史もね、はい、長いからね。でそういう意味では浦和のサポーターはちょっともう近いものはありますよね。熱量的なものも含めて、熱量も含めて、だからこのクラブは自分のクラブですっていう意識で応援してるなっていうのは感じます。まあまあ俺も在籍してたから、はい、まあ、それはもうもちろん自分、しかもあの今ああいうみたいに現4番で、はい、その前の4番クラブですね、はい、たまたまだけど、ね、4番受け継いで、そうそうそう、たまたま元気のまま受け継いで言われてますけど今のところはまだ出してる。今のところはまだ出してる。一応やり方を教えてもらったけどこういったらやり方は誰でもできる。いや誰でもできる。でもあれ元気集めれるのはやっぱ、いや、ピッチに立った人だし、ピッチに4番しか出ないかもしれないです、うん、それは。それをだから中途半端にやったらね、集まんないからね。そうですね、うん、本当にって思ってるけど、球作らないといけないです。そう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 このぐらいですよ。これじゃダメですよ、ね、あのね、このぐらい熱いんですよこのぐらい、ね、元気玉一つでこんなに熱く語れる人ってなかなかいないから
見られがちだけど、ね、見られがち、まあそういうスタイルスタイルもねだったんですけど、でもまあ、年齢を重ねるにつれて自分の厚さをこう表現できるようになってきたなっていうのは感じますね。あ、そうなの、はい、なるほどね。で、一応ね、その退学の時に、はい、まあ、今までの大輔の経験から、はい、ちょっとこの見てもらっている方々に、はい、なんかこうアドバイス、何でもいいんだ、サッカー的なのもいいし、はい、人生的なのもいいし、なんかこう言葉があればちょっとこう視聴者の方ですね、はい、お願いしたいです。なんか自分は今年の2月から、メディアを立ち上げさせてもらってという形で、那須さんが今あの JTuber やられているように同じような形で、メディアをやりながらあのサッカー選手というか、まあ、いろいろこういろんなものにトライしていこうというような気持ちでやっているので、ぜひ皆さんもやりたいことがもしあるのであれば周りの目を気にせずトライしていってほしいなというのは、まあ、自分が伝えたいことではありますし、今年の目標は楽しむなんです。楽しむということが今年の目標で、でも楽しむって結構責任も伴うと思ってて、まあ、ただ楽しむっていう、もうあのおちゃらけてやるっていう意味じゃなくて、しっかり責任を持って楽しむ、何が楽しいのかっていうのを見つけるところからスタートだと思います。自分がサッカーやってて一番楽しいって思うのは、なんだろう、もうちっちゃい頃の純粋にサッカーが楽しいっていうあの楽しいじゃなくて、何も考えずに無心になってプレーできている時っていうのが自分が一番楽しいんだろうなって思ってやってるんで、その楽しいっていう瞬間を自分で見つけて、その楽しむために努力をしていくっていうことを自分はこだわってやってるつもりなんで、これを見ていただいている皆さんも自分が楽しむためにいろいろ考えて、見つけていってほしいなっていうのは思います。だそうです、はい、真面目、まあまあまあ、でも本当にね、あのそういうのを参考にしていただいたらありがたいので、まあ本日はありがとうございます。ありがとうございます。次あのボーリングとかね、なんか動きサッカー対決とか動き、ね、動きがあるんでしょうね、はい、やりたいよね。あの自分やってる対談が結構堅苦しいもんね。なるほどね。そういうなんかちょっと和らげてくれる。確かに確かに。逆に、やりましょう。もうぜひやりましょう。お願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。